ペッチャブリー駅は、太陽国中部ペッチャブリー県ムアンペッチャブリー郡に、ある、大国有鉄道南本線の駅である。ペッチャブリー駅は、太陽国中部ペッチャブリー県の県庁所在地であり、人口12万人が暮らす、ムアンペッチャブリー郡にある。町の中心部よりやや北市であるが市街地であるため、利便性が良い。駅の正面側が、市街地である。 1>, 1日に28本の列車が発着しその内訳は、特急4往復、急行2往復、快速4往復、普通4往復である。一等駅であり、全列車が停車する駅でもある。当駅に発着する万国発着の列車は、トンブリ駅とクルンテープ駅の2カ所からの発着である。ため注意が必要である。しかし優等列車はすべてクルンテープ駅発着である。 クルンテープ駅から特急列車利用で2時間30分程度である。大国有鉄道南本線は東北本線、北本線に次ぐ3番目の幹線として着工された。南本線は前期2線とは異なり始めから1000ミリメートル期間を採用して付設された。1903年6月19日にキュートンブリー駅ペッチャブリー駅間が開業し、この時点では 終着駅であった。その後南本線の本格的な延伸工事が北側1箇所、南側2箇所の3箇所より開始された。当駅開業の約8年後の1911年6月9日にチャーム駅まで延長されたことにより、当駅は中間駅となった。短式及び島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ地上駅であり、 駅舎はホームに面している。ありがとうございます。